今回は VTuber でもこだわるといいと言われているウェブカメラを見ていきたいと思います。これ実際に VTuber でもこだわると本当にいいんですか？顔さえ映ればいいんじゃないのって思われる方も正直いらっしゃると思うんですが、まあ、これが違うとね、実は結構その滑らかさとかいろいろ違いが出てくるので、今回その比較検証をやっていこうと思います。今回はロジクールの、3つのウェブカメラを使ってテストしてみたいと思います。上中下的にグレードを分けて、まず一番下になるのがこの C270N というモデルで、 720p で30フレームで録画できるカメラです。これが、ロジクールの直販サイトだと2420円くらい。この C270N は、まあ、価格が2000円台と安いのに対して 720p30 は普通に出るんで、ウェブ会議とかでやる分にはすごいリーズナブルかつそれなりに品質の高い感じにできるのがすごいおすすめなウェブカメラですね。で2番目にいいモデルがこれが C920N で、フル HD で30フレームで、画像が撮れます。で直販価格だと7480円。 C920N についてはフル HD30 フレームで撮れるモデルなんですけど、例えば先ほど説明した C270N に対しては若干コスパでは劣る面はあるんですけれども、フル HD で60フレームで撮る場面ってあまりテレカンとかだと正直そんな多くなくて、って考えた時にフル HD っていう高画質で撮りながら7000円台を保っているのは、これでもまあコスパがいい方のモデルではないんじゃないかなと思いますね。真ん中のこれが一番グレードが高いモデルで、これはフル HD で60フレームで撮れるモデルで、ストリームカバーっていって21,890円が直販価格になっています。もうこれはもう言わずもがな超上位機種なんですけれども、フル HD60 が撮れるってことはもう配信とかで顔を出したりとか手元をがっつり綺麗に写したいとかそういう方向けのグレードになってますね。 VTuber にこれこのグレード必要なのって言われるんですけど、まあそれはこの後の実験をしてのお楽しみということで、いきなり私のモデルが変わりました。より今回の実験結果を分かりやすくするためにあえてモデルを変えております。ビートラフェンさんのラクーンというモデルを使わせていただいて今回この実験をさせていただこうと思います。というわけで中の人はジェンコです。3つのウェブカメラでできるだけ同じ動きをしながら激しく動いてそれの追従性とか再現性とかをもろもろ比較していこうと思います。 C270N の動きからやっていきます。どうなんすか、意外となんかちゃんと動いてるかなっていう感じはするんですけど。そうですね、結構、激しくぐりぐり動いても意外といける感じしますね。今度は激しい動きじゃなくて目とか口のトラッキングいきます。2000円台の買いやすいカメラでも意外とちゃんと使えそうっすね。そうですね、正直これで2000円台でいけるんだったら全然これでもありかもしれないのでありますね。これが、C270 を実際に、人を写した時の画質です。まあ、2000円台のカメラとしては、まあ、ウェブカメラとしてそこそこ使い物になる感じかなって感じですね。ウェブ会議とかには十分な画質があると思います。続いて C920N ですね。さっきとの違いとしてはフレームレートは一緒なんですけど解像度が上がってます。というわけで早速激しく動いてみます。どうです、見てる感じなんか大きくは変わんないかなって感じするんですけど、大きくは変わんないんですけど、なんだろう、トラッキングちょっと外れにくくなってませんか、さっきと。さっき一瞬なんかカクってなったりした場面とかもあったと思うんですけど、激しくこうやって動いた時に、なんかちょっと高性能な方が取りこぼしが減るってことですかね。今度目元とかいきます。あれですか、 VTuber だと滑らかに動いた方が、まあ、可愛く見えるといえば見えるんで重要なとこですかね。まあ、そうですね、やっぱトラッキングが外れてガクってなっちゃったりするとあれってな、視覚的に思っちゃうところも
確かに否めないので、そういう意味ではそこが外れにくいっていうのは割とメリットなんじゃないかなって思います。動きすごい滑らかですよね。うん、動きが滑らかだし、あと黒がちゃんと黒で出るようになったっていうのがもう全然画質が違うかなって感じですね、うん、そうですね、うん、あの専用ソフトで若干画質は調整してるんですけど、それでも白飛びもなくなってるし、黒もしっかり出てるし、で動きもさっきより全然取れてるしで、なんかあのさっき私がモデルの方で感じてた滑らかさの裏打ちですよね。うん、なんかね、同じ 30p でもちょっと違う感じですよね。そうですね、同じ、うん、同じ30フレームレートでこんなに違うんだっていう感じですよね。まあ、ズームとかだけじゃなくて、これはもう顔出し配信とかでも全然余裕でいけるぐらいのウェブカメラだと思いますね。うん、最後は、ストリームカムになります。これが一番高性能なウェブカメラです。だけで、まあ、早速やっていきましょう。あ、もう、うん。なんか全然違う。今みたいに今すごい首バッバッて動かしてるんですけど、それでトラッキングが外れないだけじゃなくて、なんかなんだろう、ゆっくり動かした方が分かりやすいですかね。なんか動きのつなぎが滑らかというか、ちゃんと、あ、60フレーム出てんなって感じしますね。あのアプリ自体は60フレームで変わらないんですけど、あのカメラの方が今まで30フレームだったんで、なんかフレーム補完みたいな動きをしてたんですけど、もうなんかすごい滑らかさ感じますね。というわけで目元と口元いきます。結構細かい感じな、ニュアンスも拾ってくれるみたいな感じですか。そうですね、結構。これがストリームカムを実際撮った時の画質です。まあ、一番、まあ、綺麗っちゃ綺麗ですよね、やっぱり。まあそうですね。もう普通に60フレームでヌルヌルだし、うん、まあこんだけヌルヌルなら、まあモデルの動きもそれはヌルヌルになるでしょうっていう感じですよね。やっぱり滑らかで高いだけはあるって感じですね。そうですね。これなら例えば顔出し配信とかするときに、あのゲームの隅っこに置くだけじゃなくて、なんなら顔出しメインで喋る配信とか、あとはなんか手元を映して、オンラインでカードゲームやったりとかするのにもすごい重宝しそうな感じですよね。うん、そうですね。手元カメラとしても、まあ、細かい作業も拾えていいかなって。ちょっとね、おっさんでモデルが申し訳ないって感じですね。ぜひ可愛い女の子に使っていただきたいっていうこの。はい、というわけで元の体に戻ってまいりました。というわけでここまでやってみて、久保さんいかがでしたか？まああれですね、見えないところなんで、まあ、安いカメラでもいいのかなと思ったんですけど、意外とあれですね、拾ってくれるモーションの感じが全然変わってくるというか、同じ30フレーム同士でも滑らかさが違うとかで、意外とこだわる価値あるのかなっていう感じですね。そうですね、なんだろう、大雑把な部分だと正直全然安いウェブカメラでも全然問題ないかなと思ったんですけど、何でしょう、キメの細かさといえばいいんですかね、細かい部分にやっぱり結構違い出てきますよね。うん、なのであれですね、ちょっとこだわる人は、まあ、C920N あたりのクラスのウェブカメラでやるといいのかなっていうところですね。そうですね、これなら1万円も切ってますし、かなりこの価格帯ではすごいいいコスパなんじゃないかなというふうに思いますし、 C270N の方でも全然正直ありだなっていう感想もあって、何でしょう、まあ、正直2000円台とすごい安い感じでありながら、逆にあの値段でここまで綺麗にその実写の方もすごい映ってましたし、で VTuber のこの体の方もね、案外意外といける感じで動いてたので、正直2000円台で安くミニマムに始めるんだったら、あれも全然ありなんじゃないかなっていうふうに個人的に思いましたね。